いうことで、この分断に重要な2人がストップウォッチを持っている。フォーカスミーとしてはもう集団戦ほぼ勝てるというような状況でしょうね。さあ、けがれのレーサーはちゃめちゃにスネア、スティールもまっすぐ行ってぶっ飛ばす。さらには突入操作も使っている。ちょっとゾシア間に合ったが、それでもおごりと合わせてミランが逃げる獲得に成功だ。そしてアリアリウサの衝撃コーテーロです。さあ、棚を捉えた3キル獲得、デトネーションフォーカスミー、ここも思い切りのいいエンゲージ決まった。フェンネルとしては戦える状況ではなかったんですが、ちょっと強気に行き過ぎてしまいましたか。いやー、ただまあ、はちゃめちゃセジュアニですからね。まさか、まあ、捕まえられたとしても生き残れるだろうと思ったと思うんですけど、はい、いやただもうデトネーションフォーカスミーとしてはもう強気強気に行って、さあここもユタボーイ行ったぞ。みんな俺に中華麗なる登場、2人にチャームが入って、さあ強引に突入操作でコーポラルを捕まえて、ミランが最後は持っていく。さらにはアリアは皇帝のブサレでハチャメチャを弾き飛ばした。ただこれはハチャメチャ時間は作れそうだぞ。うん、追っていきますがスティールは見ている。アリアのフォークはうまくいなしてますが、それでもちょっとシージミニオンのクリアに時間がかかっている。フェンデルいった、華麗な登場。ここもはちゃめちゃおごりも合わせてグラビティフィールドの下から追い出して1キル獲得。ここもはちゃめちゃ狙い撃ち。あ、そしていったアリア、アーケシフト対応レオ、コープラの手前に弾き出されたがダメージは足りていません。アリア増量の砂時計、裏から回ってきているタナのプレッシャー、これで下がっていくのはデトネーション動かずに、それに合わせてレオは前に出る前に出る。さあフラッシュカウンターストライク、イースさんは入りましたが、うまくスティールが間に割って入った。これでフェンデルの追撃はない。いやー、今のところの CC チェーン綺麗すぎますね。はちゃめちゃ選手本当に一歩も動けなかった。ここで横でエンゲージプレッシャーかけることによってタワーに来させないっていう狙いだったんですけど、いやちょっと下がったと見せかけてのエンゲージ、はい、一旦フェンネルとしては状況を立て直せますね。ポジションをこのタイミングで取り返していくデトネーションフォーカスミーです。スティール、これもいった、かなり奥の位置、リキャップに突入操作。さあグラビティフィールド間に敷いているがユタポンが援護に来て、最後はトルツーのおごり。さあハチャメチャも引き出された、ハチャメチャフラッシュしましたがダメージしっかり届いた。コーテルブンサレーがバックラインに届いてレオとコーポラル持っていったらデトネーションフォーカスミー、強引かに思えたエンゲージはユタポンの手によって消化された。これでゲーム1はデトネーションフォーカスミー。いや、この緊急事態でしたが、まずは見事にゲーム1ものにしていきます。